ここまでさくらさんにはいろんなお話を伺いましたが、大丈夫ですか？お疲れじゃないですか？あ、全然大丈夫です。でもそれこそね、やっかんくんもずっとお話ししてるから、ね、疲れてないですか？楽しかったですけどね。ちょうどさっきすごい可愛いお菓子いただいたんで、一緒に食べませんか？これ。可愛いの？そう、可愛いの。お菓子に釣られてじゃ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 ーん。チームシャチの秋元ほのかでーす。イエーイ。はーい。なるほどね。うん。なんかやっかんくんやったら距離近いなーって思ってたのよ。距離近いと思った？うん、私なんでそんなことまで知ってんのって思ってたのよ。思ってた？あなただったんだね。私でした。なるほど。はい、ハロウィンなのでね。そりゃ秋元ほのか推しとか言いますよ。はい、ここからはチームシャチのこれからについてお話ししていきましょう。まあね、はい、もう今年あと2ヶ月ですけども、うん、まあスケジュールいろいろ決まってますよね。そうね、シャチはですね、12月から、ライブハウスツアーを行います。はい、はい、2023年から2024年にかけてクリスマスだったりお正月 のね、うん、あの近くのタイミングでもライブ公演があるんですけど、うん、全国15カ所、うん、全部で30公演ですね。すごいモリモリだよね。そう、ライブハウスツアー行います。あのライブタイトルが発表されたじゃん。そうじゃん。ライブスペクタクル命短し若せよ乙女っていう。ポポー、湧いちゃうよっていうね。でもライブスペクタクルっていうのもう一つポイントだからね、うん、そう、まあ、いろんなシャチが楽しめるライブになってると思います、うん、ぜひ遊びに来てください。はい、そしてこのライブハウスツアーはですね、フルアルバムを引っ提げたツアーになっています。この冬ね、はい、ファーストフルアルバムだよね。ワクワクレコーズになってから、そうだね、うん、初めてのフルアルバムになってます。はい、おリリースいたします。イエーイ。はい、絶賛レコーディング期間中で、うん、実はこの収録の後もレコーディングがこの後あるんですけど。そうなのよ。そう、もうさ、いろんなジャンルの曲があるからさ、うん、だから歌う時の表情も違ってくるわけじゃん。そうだね。私はこの後デカオで歌ってくる。なおは？私はその方何？感じで、でも確かにそうかもね。でしょ、うん、ライブで多分こうなっちゃうから。そして私はもうすぐ26歳になります。おめでとう。26歳だって、はい、どうですか？もうびっくりだよね、うん、なんか26歳までこの活動ができてる、できるって思ってなかったから、うんうんうん、まずそれが嬉しいことですね、うん、この年になってもたくさんの方に応援してもらえる環境がありがたいなと思いつつも、あの26歳を記念した、私の誕生日を記念した生誕祭も11月19日名古屋ダイヤモンドホールでありますので、そちらもぜひ遊びに来てください。イエーイ。お願いします。何するの？あのね、今までしてこなかったことにチャレンジするんだけど、私といえば何ですか？ライブをやる中で、ライブをやる中で、なおだったらさ、サビをなんかグーパンチで殴るような歌声で、歌ったりするじゃん。確かにサビとか多いね。そう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 。まあ、ほうさんやっぱしゃべってるよね、よくライブ中ね。まあ、しゃべるパフォーマンスが多いじゃないですか。語り？セリフ？セリフ、ありがとうございます。うん、それをちょっとなんかちょっといろいろやっちゃおうかなっていうのを、はい、この26歳にして初めて。やりたいなと思ってるので。だいぶ溜まってんじゃない、セリフパート。そうなんだよね、うん、なんか今までのザーって上げてきたら、うんうん、もうキリがないぐらい、うんうん、なんかほとんどさ、今までの曲、うん、シングルとか表題曲とか、うんうん、セリフパートが入ってるわけじゃん、うんうん、ちょっとね、追えないねえ、何個あるんだろう、セリフ。ちょっとそれも楽しみにしてもらえたらなって感じです。はい、楽しかったですね。面白かった。どうだった？私、あ、やかんくんとして、うん、いや、もうなんか、そう、やかんくん、私もだからいつの間にかちょっと、うん、慣れ慣れしく喋っちゃってたかも。いつもの、確かに、タメ口だった。だよね、うん、なんかいつも
夜間くん普通に何敬語別意識してるわけじゃないけど、うんうん、あそこまでちょっと距離近く話してなかったと思うから喋りやすかったということでいいですか。さすがメンバーイエーイ。今回初めて夜間くん役やったと思うんだけど、はい、どうだった。はい、あのこのお話をいただいた時に、あ、4代目夜間に就任できるんだっていう、まあ、プレッシャーに押しつぶされそうになった部分もあったんですけど、今までつないできたこの夜間っていう役をしっかり入れて頑張ろうっていう気持ちでやってみて、やった結果結構自分なりの夜間も出せたなっていうのもあったし、達成感はありましたね。じゃあまた呼ばれるといいですね。今回は4代目使いたいなってね。あ、そうですよね、言ってもらえるといいです。はい、4代目いつでもお待ちしてます。というわけでここまでのお相手はチームシャチの秋元穂乃香と桜奈緒でした。バイバーイ。またね、バイバーイ。